もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。元渋垣隊のメンバーだったもっくんこと本木雅弘さん、グループ解散後は俳優として本格的に活動を開始し、数々の賞を受賞するなど、その活躍はよく知られています。薬丸裕秀さん、深川俊和さんと結成し、1982年に歌手デビューした渋垣隊は、1988年8月7日東京厚生年金会館で解体宣言を発表。11月2日代々木第一体育館のコンサートをもって解体しました。後に本木雅弘さんはトーク番組で、活動にピリオドを打った原因は自分にあったと告白しています。本木雅弘さんと深川俊和さんは解散後すぐに事務所を退社し、薬丸裕秀さんも1年後に辞めています。3人ともトラブルはなく円満退社だったようです。ジャニーズ事務所と仲違いした元所属タレントが苦難の道を歩んでいるのとは対照的ですね。元渋垣隊のメンバーがジャニーズ事務所と決別した今も芸能活動を続けていられる理由を考えてみましょう。まず彼らは解散を発表し、解散コンサートを行い、ファンや芸能界や事務所に筋を通して幕引きをした貴重なグループだったこと、また少年隊や光源氏の台頭により人気に陰りが見え始めてからの解散だったこと、事務所としては無理に引き止めるのも申し訳なく、今までよく頑張ってくれたというねぎらいの気持ちがあったのかもしれません。さらに本木雅弘さんに関して言えば、結婚してキキキリンさんや内田裕也さんという後ろ盾ができたことも有利に働いたでしょう。本木雅弘さんは俳優としての評価も高く、アイドルから転身した成功例と言えますね。結成間もない頃からメンバーの不仲説が取り沙汰されていた渋垣隊。2018年4月19日薬丸裕秀さんは直撃真相坂上で解散の内情を暴露しました。そもそも仲が悪かった、あの二人は仲が良くていびつなトライアングルだった、解散の原因はチェッカーズと吉川浩二、誰とでも仲良くなれる二人はライバルと仲良くしていた、それが信じられなかった。薬丸裕秀さんはメンバーが個々の活動をしても解散せずに、ザ・ドリフターズのように特番などで渋垣隊として番組が持てればいいと考えていたそうです。解散に否定的な立場だったのですね。けれども違う方向を目指すメンバーがいたとぽつり、このメンバーが本木雅弘さんだったことを明言しました。しかし本木雅弘さんはメリー氏に圧力をかけられていたようです。なぜ辞めジャニの本木雅弘さんは潰されなかったのでしょうか。8月29日ジャニーズ事務所の元社長であるジャニー喜多川氏の性加害問題に関して、外部専門家による再発防止特別チームが調査報告書を公表。ジャニー氏が1970年代前半から40年以上にわたって性加害を繰り返してきたと結論付けました。会見では根本原因はジャニー氏の性嗜好異常、被害の拡大を招いたのは藤島メリー靖子氏の放置と隠蔽と話しました。報告書の中には事務所の副社長を務めてきたメリー氏がメディアに圧力をかけてきた様子が綴られています。マスコミ対応を委ねられているメリー喜多川はドラマの共演者が気に入らないとその放送局の社長に直接電話をかけ外すよう要求することもあった。メリー喜多川は森がオートレーサーの試験に合格した事実を前向きに報じようとした民放のプロデューサーに、スマップには森なんていなかったでしょ、最初からいないの、森はスマップのメンバーじゃない、などと大声を出した。上記などの週刊文春の記事を引用した上でこのように続けました。その重要な部分が真実であるとの証明がされたか、または少なくとも被告の文藝春秋らがこれを真実と信ずるについて相当の理由があったというべきであり、マスメディアは原告事務所を恐れ追従していること、それ自体またはその前提となる事実を真実と信ずるについては相当の理由があったと判事している。メリー氏の圧力について映画プロデューサーの奥山和義氏の X
の投稿が話題になりました。35年前の話、ミニロク、ジャニーズを辞めたばかりの本木雅弘をキャスティング、メリー北川さんよりよく考えてと、ダメならはっきりそう言ってくださいと返事、ダメとは言わない、もう一度よく考えてと、熟考して魅力を感じての配役、本木で決行。あれ以来ジャニーズ事務所出禁的待遇。本木さんは1982年に渋垣隊のメンバーとしてデビュー。しかし渋垣隊は同じ事務所の少年隊、他事務所のチェッカーズなどに人気を奪われ、1988年11月に解体。本木さんがジャニーズ事務所を辞める頃、奥山氏は映画ミニロクにキャスティングしました。するとメリー氏の横やりが入ったそうです。確かに本木さんは退所後ジャニーズのタレントとほぼ共演していません。しかし同じ渋垣隊の薬丸裕英さんや深川俊和さんはそのような扱いを受けていません。なぜこの差が生まれたのでしょうか。薬丸は最初ジャニーズに残りましたが、1年も経たないうちに移籍しました。深川は解体後すぐに別の事務所に行っています。当時は解散したグループのメンバーはほとんど事務所に残っていないですし、アイドルというカテゴリーから外れるのでジャニーズの競合相手になるわけではない。穏便に移籍すれば圧力をかけられるわけではなかったようです。しかし薬丸と深川はメリー氏の進めるプロダクションに入ったそうですが、本木はメリー氏の意向を組まずに自分の行きたい事務所を選んだみたいです。そのためメリー氏の逆鱗に触れ圧力が及んだと聞いています。ただ本木がジャニーズと共演できなくなったのは1990年代半ば以降です。それまでは絡みがありました。本木さんは独立したタイミングが良かったようです。本木さんはジャニーズ事務所の圧力が及ばない時期に役者としての地位を築き、その後も活躍しました。2019年東京ドームでジャニー氏のお別れの会が開催されましたが、本木さんは出席していません。メリー氏に会いたくなかったからでしょう。散々自分の活動を妨害してきたであろう人に挨拶したくなかったのだと思いますよ。当然の心理ですよ。二度とジャニー氏のような性加害問題を起こしてはいけません。被害拡大の原因とされたメリー氏の振る舞いに屈してきたメディアも反省しなければなりません。事態を把握するためにも今後奥山氏のような業界関係者の告白が望まれます。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。